新年明けましておめでとうございます。新春をことほぎ慎んでご挨拶を申し上げます。本年もお嬢様にとって幸多き一年となりますよう祈念いたしております。新春特別生放送という新たな場で隠し芸に挑戦できることを嬉しく思います。私は音や蓮の二人と同じチームとなりました。練習の隙を見てスゴロクなど和の遊びに興じて親睦を深めました。どのチームも練習に余念がありませんでしたから個性豊かな勝負になることでしょう。お嬢様もご一緒にお楽しみくださいませ。出番ですね。我々は3人でタイミングを合わせ大筆で一筆書きという条件を課した書き初めに挑戦いたします。眼下に広がる和紙、身長ほどもあろうかというほど大きな筆を操るのはなかなかに至難の業でした。しかし造形が深い諸先生方に手ほどきいただき見栄えのする隠し芸になったと自負しております。お嬢様にご覧に入れましょう。いざ。はぁ、造作もないな。お嬢様方の福徳円満を願い私たちの作品とさせていただきます。良き一年になりますように。